神林聖和は、埼玉県さいたま市出身のプロ野球選手。右投左打。福岡ソフトバンクホークス所属。日本人の父親と韓国人の母親の間に生まれた日韓ハーフ。小学校1年生の時に西堀 A-1 で野球を始め、埼玉市立土合中学校時代は浦和シニアに所属し、3年生の春に全国制覇を経験した。仙台育英高校では1年生の秋から4番を務めた。同校には同学年に熊谷隆1区、馬場康介、2学年下に平沢大河、佐藤瀬名がいた。2年生時の夏の甲子園、全国大会では3試合に4番、中堅手として先発出場し、計11打数5安打2打点1盗塁、打率455だった。9月29日から行われた第67回国民体育大会の準決勝で本塁打を放ち、大会後には主将になった。チームが優勝した明治神宮野球大会では3試合に4番、中堅手として先発出場し、計13打数5安打6打点、打率385の成績で、準決勝では満塁本塁打を放っている。3年生時の春の選抜大会では3試合に4番、中堅手として先発出場し、計9打数3安打4打点、打率333だった。チームが優勝した春季東北大会では通算打率385で満塁本塁打を含む9打点を挙げ、決勝戦では2安打3打点を記録した。夏の甲子園、全国大会では2試合に4番。中堅手として先発出場し、計9打数1安打、打率111だった。その後、第26回 AAA 世界野球選手権大会の日本代表メンバーに選ばれ、予選1次ラウンドの対メキシコ戦で9番、中堅手で先発出場したほか、対チェコ戦、対韓国戦、対キューバ戦ではそれぞれ途中出場した。2013年10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに4巡目で指名され、契約金4000万円、年俸500万円で合意し、入団。背番号は51に決まった。2014年1月10日、2013年度の日本学生野球協会の表彰選手に選ばれたことが発表された。2014年、プロ入り後に、内野手に転向し、2軍公式戦で三塁手として出場した。1軍公式戦の出場はなく、2軍公式戦では9試合に出場。3軍戦では86試合に出場し、打率284、8本塁打、37打点、14盗塁の成績を残す。2015年、外野手に登録を変更。5月19日に初めて出場選手登録され、21日の対、オリックスバファローズ戦の8回に、代打でプロ初出場し、初打席は一塁手への飛球で凡退した。8月25日の対千葉ロッテマリーンズ戦において9番、右翼手で先発出場し、3回の第1打席でイデウンから、プロ初安打を放つと、西満塁で迎えた6回の第3打席で、初本塁打となる、逆転満塁本塁打を放ち、同時に初得点、初打点を記録した。日本人選手で初本塁打が満塁本塁打になったのは2014年に記録した梅田直通以来57人目で20歳0ヶ月での満塁本塁打は南海ホークス時代の1981年に記録した吉田博之の20歳9ヶ月を抜き、球団史上最年少記録となった。9月30日の対楽天戦において7回裏に、鎌田義直からプロ2号となる逆転2ランホームランを放った。10月14日、ロッテとのクライマックスシリーズファイナルステージ、第1戦で代打で出場し、三振振り逃げだった。10月28日、ヤクルトとの日本シリーズ、第4戦でも代打で出場し、1打数無安打だった。2軍では8月度には14試合に出場し、月間打率373を記録するなどして、ウエスタンリーグの同月の月間 MVP を受賞した。10月3日に行われた巨人とのファーム、日本選手権では1番、左翼手で先発出場し、3打数無安打だった。2軍通算では88試合に出場し、リーグ最多の103安打と16盗塁、及びリーグ最高の打率343を記録し、ウリーグの首位打者賞、最多盗塁者賞、優秀選手賞、殊勲賞、新人賞、期待賞を受賞した。シーズンオフには、11月28日から台湾で開催された2015アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB 選抜に選出された。2016年7月14日に行われたフレッシュオールスターゲームでウリーグの選抜メンバーに選ばれ7番左翼手で先発出場し2打数無安打だった。シーズン成績は1軍戦では14試合に出場。2軍公式戦において98試合に出場し、打率247、12本塁打、58打点、21盗塁を記録する。2017年、宮崎春季キャンプは A 組からのスタートとなり、激しい外野手のポジション争いの中、オープン戦で横浜スタジアムにおいて、推定飛距離140メートルの本塁打を打つなど、アピールし、開幕一軍選手登録を勝ち取る。3月31日、9番、右翼手でプロ4年目で、初めて開幕戦に先発出場し、8回に今シーズン初安打を飾る。5月3日の対埼玉西武ライオンズ戦において、2015年8月25日の対ロッテ戦以来の満塁本塁打を放つ。前日の甲斐拓也に続いての2試合連続の満塁本塁打は、チームでは1964年8月4日の野村克也、翌5日の小池健二の満塁本塁打以来、53年ぶりの快挙となる。7月14日、15日に行われるマイナビオールスターゲーム2017において、343196票を獲得しファン投票で初選出された。7月31日の対北海道。日本ハムファイターズ戦において、プロ入り4年目にして、初の2桁本塁打となる、逆転10号3ラン本塁打を放ち、9月21日の同じく対日本ハム戦では、大谷翔平から13号ソロ本塁打を記録する。10月6日の対オリックス戦では、1点ビハインド9回、西2塁の場面で同点となるライト前適時打を放つ。これにより、千賀博史大の敗戦投手はなくなり、最高勝率のタイトル獲得を確定させる一打となった。レギュラーシーズンは134試合の出場で打率260、13本塁打、51打点を記録し、規定打席にも到達した。シーズンの捕殺数は10で12球団最多、年間失策数も0、デルタ社算出のザーでも12球団のライトの中で、抜きん出た高数値を記録したが、ゴールデングラブ賞は受賞できなかった。クライマックスシリーズファイナルでは不振に陥り、第3戦以降スタメンを外れ、第5戦では、怪我から復帰した柳田悠岐と入れ替わる格好で登録を外れた。横浜 DeNA ベイスターズとの日本シリーズでも第4戦の代打で1打席のみで三振に倒れた。10月12日に、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。同大会では11月16日に行われた対韓国代表戦においてチームがタイブレーク制の延長10回表に3点を失ったその裏の攻撃で起死回生の同点3ランを放つ。12月1日、契約更改交渉に臨み2700万円アップとなる年俸3500万円でサインした。2018年シーズンは14本の三塁打を記録。NPB でシーズンに14本以上の三塁打を放った選手はラリー・レインズ以来65年ぶりであった。2019年4月17日のロッテ戦で右手甲に子宮を受け病院で打撲と診断されたものの痛みがありながらも翌日からも出場を続け、4月29日の対北海道日本ハムファイターズ戦において9回表に2ラン本塁打を放ち、これがパリーグ平成最後の本塁打となった。しかし、右手甲の痛みが引かず病院で再検査を受けたところ、右手薬指の剥離骨折と診断され、5月10日に出場登録を抹消された。6月7日からの3軍韓国遠征で実戦復帰すると、6月14日に出場登録され、同日の交流戦、DNA 戦で1軍復帰した。しかし、シーズン最後まで状態は上がらず、99試合出場、打率194、11本塁打、31打点と、前年を大きく下回る成績となった。2020年6月19日の開幕戦は、1番、右翼手のスタメンで迎えた。しかし、調子が上がらず、8月11日には、3打数無安打に終わると打率は2割を切った。守備固めとしての起用が目立つようになり、9月20日には1軍の出場選手登録を抹消され、そのままレギュラーシーズンを終えた。ポストシーズンは全6試合に守備固め、代走として出場したが、2打数0安打に終わった。2021年は開幕を2軍で迎えた。5月3日に不振のデスパイネと入れ替えの形で1軍に昇格した。5月5日の対楽天戦では、1番、中堅手でシーズン初のスタメンに名前を連ねると、9回の1点ビハインドの場面での同点的自打を含め、5打数3安打4打点1本塁打と活躍した。ここから25試合に出場したものの、打撃が振るわず、6月7日に1軍の出場選手登録を抹消された。走攻手3拍子揃った外野手。類稀な身体能力を誇り、ソフトバンク入団時の50メートル走のタイムは6秒0、遠投は105メートルを記録している。守備では2017年、2018年に規定の守備イニングに到達した右翼手の中で、両リーグベストの座を記録している。打撃では、稲葉篤紀のフォームを参考にしており、選手としてもリストの強さを生かし、コンパクトなスイングで伸びのあるライナー性の打球が多いことも共通している。稲葉自身も自分に似ていると神林を気にかけている。また、低めのボール球をすくい上げて安打にするなど卓越したバットコントロールも合わせ持っている。ソフトバンク入団後に応援団が作成した自身の応援歌を気に入っている。また、他チームの応援歌では、DNA の筒香嘉智やヤクルトの山田哲人の曲が好きだと述べている。高校野球の応援では、幼少期から浦和学院の浦学サンバや花咲徳栄のサスケが好きであり、よく口ずさみながら練習をしていたという。ありがとうございます。